中島や男児6月13日から1962年12月21日は、日本の政治家、大倉官僚、実業家、衆議院議員。娘は60年代に活躍したお笑いトリオ、天平トリオのメンバーの一人、島明美。高知県八木郡の根村で、海運業、中島屋平次、成久子夫妻の長男として生まれる。野根神城高等小学校。 公用学者、高知県立中学海南学校を経て、1908年7月、第六高等学校文科高類を卒業。上京して、浜口有効の所生となる。1909年9月、東京帝国大学法科大学政治学科に入学し、1912年7月に卒業。1912年7月、大倉省雇といとなり、 1913年11月8日、文官高等試験行政化試験に合格。同年12月、内務省に入省し、青森県属となる。1915年1月、大倉省へ展示専売局初期に任じられ、高崎専売支局勤務となる。以後、専売局参事補、山形専売支局勤務、熊本専売支局勤務、専売局副参事、 専売局長官官房険専売局事業部勤務、同事業部タバコ課長代理、専売局参事などを歴任。1924年6月、浜口大蔵大臣秘書官に就任し、1926年6月、浜口が内務大臣に転じると、同大臣秘書官となる。1927年4月、浜口の内務大臣辞任に伴い、秘書官を辞任し退官した。 同年6月、浜口が立憲民政党総裁となり、同秘書に就任。1928年2月、第16回衆議院議員総選挙に、東京府第2区から出馬して当選し、以後、第21回総選挙まで連続6回の当選を果たした。この間、浜口内閣総理大臣秘書官、第2次、若月内閣、鉄道参与官、広田内閣、 大倉政務次官、内閣調査局参与、大倉省委員、法政大学講師、中央大学講師、立憲民政党総務、体制翼参会参与、太陽漁業顧問などを務めた。浜口内閣で財政禁縮策として管理憲法を行おうとしたが、管理側の抵抗が高まる中、首相官邸に押しかけた記者団から首相をかばおうとして天井に向けて、 ピストルを発射する事件を起こして、ピストルや男児と呼ばれた。1946年11月23日、公職追放となる。淀川成功所取締役、東防寒佐役を歴任。1950年10月13日、追放解除となり、政界に復帰し、改新党顧問、日本民主党顧問を務めた。ありがとうございます。